こんにちは、すっぽんです。サクサクサーガ4回目の動画配信を始めたいと思います。前回は、今度は魔王の領土に乗り込もうというところで、まあ、前回終わったんですけど、まあ、コンクリームですね。コンクリームっていうのが、その、魔王のいる領土なんですけど、そこに行くには、人員と物資がそれなりに揃ってないと、船長が乗せてってくれないって言われて、船長から言われてるんですよね。で、それで、今、その人員と物資を、まあ、集めてるっていうか、探してる段階です。で、今は、まあ、ここに見える港町と、何だったけど、島の、カザタン島っていう島があるんですよね。そこは、ま、何回も行き来して、ま、いろいろ試してるんですけど、ちょっと、もしかしたら今回も何も進展がないまま、終わってしまう可能性もあります。ご了承ください。ちょっとこの猫が、なんか気になるんですけど、なんもないんですよね。とりあえず、この辺の、二つある町の人たちには一通り話しかけたんですけど、特に進展が見当たらない、進展がないんですよね。で、物資の方は、お城に頼んで、たんですけど、なんか資金がないとかで、なんか断られちゃったんですよね。で、ここに戻しっていうか、過去に行ったことのある街に、ワープできる馬車が、まあ実際はワープするわけじゃないですけど、すぐに移動させてくれる馬車があるってことは、なんか一回戻んないといけないのかな。ちょっと戻ってみますね。で、ここが一番最初の、城というか、城下町ですね。この通り基本的な操作方法とか、教えてくれる人たちが、懐かしいですね。あと、さっきの港町で、なんか、包丁を研ぐ職人がいたんですけど、あいつもなんかちょっと、なんだ、人員は他の町からも募集しないといけないってことなんですね。
ということは、ね、これまで来た街全部よって、みんなには話しかけないといけないってことなのかな。できれば、あと何人必要なのか、なんか教えてくれると助かるんですけどね。あ、そうだ、思い出した、物資に関しては、なんとか組合の人に話をつけないと、なんか、送ってもらうっていうか、物資を、まあ、王の領土に、まあ、運んでくれないって言われたんで、その組合長さん、敵みたいな人を探さないといけないんですね。あれ？城には戻れないのか？結構入れない家がまだあるんです。この中にもいるのかな？どんどん人員が増えてますね。とりあえず、パブとお店の人には全員話しかけられるかな。これはね、速度を変えてくれる人なんだけど。一応、奥の人にも話しかけてみますか。実はもう父さんには再会したんですね。まあ、あそこに来ると、まあ、ついつい思い出しちゃうんじゃないですかね。この辺の敵は雑魚ですね。ここはなんかあれだね。サフルじゃないよ。二人がなんか病気にかかったふりをした町ですね。
あ、ここで、あれかな。そう、酒場商店組合に話をしないと、武士が確保できないとかって言われてたんですよね。ジャンプしていきよう。はや。おー。え？各領地の武士に武士。各領地の主って、ここだとここ、あ、こいつか？とりあえず、ここの村は OK だね。じゃあ、さっきの村に戻りますか。あ、間違った。ここはもう話しかけたから、まあ大丈夫なんで。ここの領主はここかな。ははは。あ、もう、これだけでいい。じゃあ、馬車を使って戻りますか。まあ、あと、聖剣の村は、以前事件を起こしたんで、今出禁になってるんで、まあ、あとは、もう、港町に行くしかないですね。どうするね、あ、船長がいるじゃないですか。なんか会話変わってんのかな、うん、おう。あれ、あと二人いんの、もう多い方がいいのかな。でもまあ、定員20人で18人もいれば、まあいい方じゃないんですかね。ここ何なんだろうね。何もない。ぽい。あ、もう耐えちゃった。じゃあ、いよいよ魔王の城っていうか、とりあえず島に、乗り込みますか。
あ、その前になんか、ここにある火山がどうのこうのってあったんだけど、ね、入れるわけじゃないんだよな。はい、失礼しました。じゃあ、行きます。おう。9000ゴールドか、なんか、一人500ゴールド分の9000ゴールドってことはね。多分、ちょうど20人だと1万ゴールドなんじゃないですか。結構気前のいい船長だったね。お、しかも船を自由に使えるようになったと。やったね。いっぱいいる。おぉ、いいですね。ていうか、こいつ、こんなところまで来て、喋ること変わってないのかよ。そういえば王子はどうなったんだ？まだ、本土にいるのかもしれない。あ、もう、海の向こうの町まで送っててくれるようになった。この奥には入れない。この畑は、踏み入れることができないんで。なんか奥にいるカップルが気になるんですけど。ちょっと装備品を見ていきますか。たっけ。お、なんだこれ。なんかここでいきなり初めてなんか銃を見かけたんだけど、誰でも装備できるのかな。いや、あれ？あ、誰も装備できないのか。どうしたらいいのかしら。いや、カイヤは回復専門だから、別に気にする必要はないですよ。どうしよう。適当にこれでも勝てるか。船が使えるようになった。おう。
あ、敵で行くな。これでちょっとまだ行ったことのない町とか洞窟とかいきなり発見。なんだここは。なんか、ここは、まだ、来るべきところじゃないような気がしてきた。なんか、むしろクリア後の得点みたいな感じのところのような気がしたので、ちょっとあそこはパスしておきましょう。てか、この世界狭いんで、まだ他になんか行ってない街とかダンジョンとかあんのかな？お、ここなんかオアシスみたいなのありますね。島のオアシス。これは。どうしよう。何個でも買えんだよね。じゃあ、買っちゃいましょうか。買っちゃいますか。やっぱこいつだな。てかここもなんかクリア後に訪れるべきようなところのなんかこう階段あじゃない宝箱。ここを死んでるところ。ちょっと防御力が。まあ、防御力が落ちるのは守りのピアスを外したことによるためのここは低下だから、その気にしなくていい。誰か、あ、それこいつ、まだ装飾品装備してなかったから。まだこっち、ここは、なんもない島のようですね。よし。サフルが、魔法っていうか沈黙食らうと魔法使えなくなっちゃうからちょっと困るね。ハイポーション Z。 お、またなんか発見。ポン。あれ、これ何
どうもすいません。え、何ここ、あ、ここにも宝箱が。スロモンの指輪。確かあれじゃないかな。やっぱり。どうしようかな。このゲーム、あれなんだよね。マジックパワーいっぱいあるから。別に半分にならなくてもいいかなっていうのもいいんだけど。一応、一番魔法を使うサフルは、まあ、そう、意識しておけばいいかな。こいつ、まだ、そう、食品装備してないから、こいつで、こいつに光のタリスマンを装備させれば、グッドじゃないですかね。あとはもう全部いったかな。もう強いですね、このスパークっていう魔法は。ここなんかあんのかな。まあ、なんもないか。お、なんだか強そうな敵が出てきやがったな。とりあえず、まあ、前回よりは進んだっていうことで、まあ、まずは一安心ってとこですね。あ、まだ中ね、広いんだね。あ、そうだ。盾の勇者って言われてるやつがいるんだよね。なんだこれ。なんか申請手続きみたいなものがあんのかな。なんだこいつ。あ、ラディアンがもう来てるんだ、ここに。え、あの右側にいるのがエルフレッドっていうやつな。いかにもなんか学者って感じの人だね。あ、知り合いなんだ。ていうか、このゲームにカジノってあったのか？
南の方の洞窟？え？南に洞窟なんかあったっけ？じゃあ、早速、その、南の洞窟に行ってみますか。まあ、屋上もなんかいい。まあ、この石畳の上じゃ、きついでしょうね。異常ありません。異常。ちょっと一旦回復していきます。親切なことに、ここは無料なんですね。あった。あれ？最初からあったっけ？ここの洞窟。さっきなかったような気がするんだけど。果たして、ライトの父親が、いると言われる。ライトは父親に再会できるんでしょうか。あれ、特になんか増えてる。おお、すごそうだ。あ、ちょっと。これ、これじゃないか。嫌な奴だな、こいつ。いや、それにしても、カイアの応援はもう、最後まで役に立つね、これ。なんだ、これ。何？戻って買ってこなきゃいけないじゃん。これなんで50も溜まってんだこれ。てか、これ多分もう戦闘は楽勝っぽいな。ここで、まあ、ライトの父親と再会して、あとは、魔王を倒しに行くだけなのかな。そうすれば、
まあ、このゲームも終わって、すべて の VXS に入っていた、同コアゲームが、まあ、クリア済みっていう風になります、ね。まあ、その後は、ネットとかで、まあ、配信されてる無料のゲームをやっていこうかなと、まあ、考えています。まあ、ただ、あまりにも有名なやつをやっても、まあ、すでに配信してる人もいるし、まあ、わざわざ俺がやってるのを見ても、もう楽しくないと思いますので、まあ、あんまり、なんか知られてない、有名じゃないけど、なんか面白そうなものを、まあ、やっていこうかなと考えています。まあ、そのうち自分で作ったゲームもあるので、まあ、それもできれば紹介していこうかなと思う。ただ何分完成度が低いので、わざわざプレイしてる動画を配信するまでもないかなとは思うんですけど、まあ気が向いたら、まあ、2、3回ぐらいやろうかなと思ってます。あれ？あ、なるほど。さっきのロープを使うとこから、降りて、あそこの宝箱が取れるってわけなんですね。叱咤激励。お、これかもしれない。これかもしんない。ちょっとサフル、もうちょっとマジックパーの大きい魔法でもっとダメージ多く与えられる魔法が欲しいですね。あら、あ。トッサン、あいつが父さんの仇なのかな。あ、後ろにいるのは母さん。親友の泣き声。あ、母さんではないのか。そう、あ、すごい。ライトを戦闘メンバーに加えろってことなのかな。あれ、あ、あ、間違った、いや。せっかくライトと、ライトの親父をパーティーに入れようかと思ったんですけど、間違ってキャンセルしちゃいました。
確かこの VXS のデフォルト設定だと、この今戦闘に加わってないメンバー、機械メンバーがいたとしても、このメンバーで全滅すると確かゲームオーバーになっちゃうんですよ。大ダメージを与える武器とかないのかな。ちょっと魔法で回復しないとよろそう。よし、単体攻撃にはストーンがいいかな。あとは楽勝でしょ。なんかこいつも特に増えてんの。やったねー。まだなんか後ろに敵がいるの。やめてー。どういうことだ？このマントの女っていうのは、まさか。あれ？母さんを殺したやつなの。お、反抗期だな。え？父さんは父さんじゃないの。なんかついていけなくなっちゃった。来ちゃった。クレイ。クレイっていうのが何？ライトの親父なの？本当の。
俺もわかんないよ。後ろにいるのが、本当の親父ってことなのか。まあ、そうだな。完全に部外者だな。ナティにもなんか過去になんかいろいろ悲しい思い出があったんだと思うんだよね。サーバスは自動戦闘キャラです。もっと自分勝手なやつ。どうしよっかな。どうしよっかな。とりあえず入っていくか。ちょっと結構パーティー増えたね。これで、さらに勇者たちもパーティーに加えるわけだから。すごい大人数になりそうだな。休憩はもうしました。はい、ただいま。1日で乗り込むしかないのか。
ゃあ余裕だね。なるほど。あれ？しまあ、翻訳者なんだ、すでに。お互いハートマークついてます。未亡人の10年後じゃない、1時間後Thank you.
やばい。明日の決戦に響かなければいいけど。本人が体調悪いんじゃないか、実は。あ、やっぱり。ちょっと響いてたようですね。すごい、まだ右側に、なんか、冒険者かな、なんか申請をしてる人も並んでる。北にある魔王の城へ行き、魔王を倒そう。お。てか、すげえ強くなってない勇者。まあ、もともと強かったんだけど、さらに強くなってない。こいつ二刀流なんだ。あの性格なのに、この強さの設定はちょっとイラッときます。どうしようだ。ちょうど1時間経ったところなんで、一旦ここで終了するのがちょうどいい区切りかなと思いますので、ここで中断します。では、ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。また次回お会いしましょう。